ええ、はっしーです。はい。あ、いえいイ。はっはっはは。はい。タイミング遅く、ごめんなさい。はい。じゃあ、えりこさん、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。はい。えっと、今日ね、4回目の YouTube になります。はい。えすごい。過去3回。 はいもうあのー、僕のチャンネルとしてはすごいです。あ,ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あのー、本当見ていただいてありがとうございます。すごいね、あのー、たくさんの方がね、今僕の YouTube でライトワーカーさんがこう出てくださってね、はい、いろんな話してくださるんだけど、あのー、えりこさん、すごいね、何なんだろうね。<laughs> いやーなんでしょうね。そんな大したことは言ってないと思うんですけど、なんか本当にすごい注目していただいた感謝です。はい、本当に。はい、でございます。はい、じゃあ、その切れ味いいところからね、近未来をどんどんまたね、はい、あのー、エリコさん流に、あのー、ぜひ、あのー、切って,ってってください。<laughs> <laughs> すごいプレッシャーが、すごいプレッシャー感じるんですけど。<laughs> い,い,ないいな、はいいな。 うんえー、はい、うん、そうですね。自分の直感を信じて自分が感じたことをそのままただ話してもらうだけではいわ、はい、かりました。はいはい、えっと参謀、はいはい、にわたってあのお話しさせていただいたんですけども、うん、えとちょっとあの補足というかあのちょっと足りないところが。うん ちょっとあったかなと思うので、ちょっとそこのところをもうちょっと、あ,<ら>あの、深掘りして、うん、あの、お話をしていきたいなと思うんですけども、うん、えっとさ、一番最初の、あの、1本目の時に、あの、うん、これからの、近未来が、あの、大きく変わって、うん、えっと、古い政治とか、古いメディアとか、そういったものがなくなって、あの、この冬の間に大きく、 転換して、春から、あの、変わっていくよっていうふうな話をしたかと思うんですけども、うん、えっと、それについてなんですが、今、あの、えっ、ー、と、その古い政治が終わるっていうとタイミングで、うん、今、衆議院選挙が、あのー、始まっているんですけども、うん、あともう一週間で、<laughs> あのー、投開票っていうふうになってるんですが、はい、あのー、まあ、あ今ですね、えっ、ー、と、いろいろ私自身も、あのーまあ、政治ウォッチャー、 もうしておりまして、あの、政治モッチャーとして、あの、うん、見てると、えっ、ー、と、その、今、各メディアが、情勢調査っていうのを発表しておりまして、だいたい1週間経ったんで、まあ、情勢調査っていうのを発表してるんですけども、今、どの党が、あの、遊説で、どの党が、あの、ちょっともう、なんだろう、遅,遅れてるっていうか、あの、票が集まってないとかっていうふうなことが、いろいろ発表されてるんですが、 ええとですね、あの、自民党寄りの、あのー、メディアっていうのが、まあ、ちょっとあるんですけども、に日経新聞とか、朝日あ、朝日じゃなくて、産経新聞、えっ、ー、と、読売新聞、大体この三つが、あのー、基本、あの、自民党の、まあ、広報大使、広報誌っていう風に言われてるメディアなんですが、そのメディアですら、あのー、今、自民党がもう劣勢という風な、 あの、報道してて、で、逆に今まで地道に頑張って、なかなか火を目,目に、火が当たってない、あの、小さな政党が、あの、今すごい注目をされてて、そっちの方が今、ものすごく、あのー、氷が伸びてるよっていうふな、あの、状態になってるんですね。で、だんだん本当にこれは現実化し、もう現実、リアルな現実で起きていて、 なので、あの、これをもっと明確化していくためにも、皆さん、この動画を見ている方、皆さんが、ぜひ、必ず投票に行っていただきたいんですね。私はちょっとそれを言いたくて、あの、やはり私たちが投票に行かないと、あの、本当に古い政治が終わらないっていう状態なので、あの、これはやはり私たち国民が、あの、この有権者が、しっかりと、あの、 投票行動を起こして、で、あの、その古い政治を終わらせるっていうふうな行動を皆さんがやって、皆さんにやっていただきたいんです。それがものすごく重要で、うん、なので、こうなってほしいなって心の中で思っていても、実際に行動に移さないと、うん、そのことっていうのは現実的に起きませんので、必ず、うん、えっと、投票に行っていただいて、 で、本当に国民のために知事、知と仕事をしてくれるところはどこだっていうことをちゃんと皆さんそれぞれ各自が自分で調べて、うん、で、あの、それで、あの、選んでいっていただきたいんですね。今、うん、あの、YouTube でも、あの、各政党の党首が、あの、自分のところのプレゼンなんかをいろいろしてたり、あとは過去の、その何をやっていたかっていう、そのプレゼン、その、 選挙の時のプレゼンも大事なんですが、その今まで何をやってきたかっていうことをやっぱり注目して、で、本当にこれはどうしたらいいかっていうことを各自がやはり判断して、あの、ちゃんと投票行動に移していただきたいなっていう、もうそれを私はちょっと今すごく言いたいなと思って、ぜひ、あの、それをよろしくお願いしたいと思います。はい。はい はい。えっと、僕もそれは同感ですね。はい。それはあれですか、あのこ今,は今のはエリコさんの個人的なハートからのことですか、それとも宇宙からのメッセージですかまあそうですね、宇宙からというか、今はまあ私のハートからの。 はい。発言ですかね。うんうん、はい。あのー、まあ、もちろん、その、宇宙、宇宙もまああるんですけども、あのー、やはり、その、何も行動しないんでは、何も生まれないんですよ。物事っていうのは。うん、絶対必ず、あのーうみ、生み出さないと、物事っていうのは進んでいかないので、やはり行動がも,ちものすごく大事なんですね。うん、なので、あのー、しっかりとそこは、 自分で判断していただいてえ、どこに入れるか、どこを投票するかっていうことが、本当にこれからも本当大事なので、あのー、ちゃんとしっかりと政権交代っていう方法にやっぱ進んでいくためにも、うんあのー、皆さんがしっかりと投票に行っていただきたいということです。 そうすると私たちももう生活が今まで我慢して我慢して我慢に我慢を重ねながらもうずーっとずーっと長年何十年とこう生きてきたわけなんですがもうそれをもうそろそろ終わらせて本当に心豊かさとか本当に生きるとはどういうことかとか本当ねもうちょっとねあの足元をやっぱ見つめ直してあのしっかりとそのことを自分自身が見き合ってあの生きていくっていうのは必 大事なんですね今までは目の前のことただ目の前のことを一生懸命一生懸命もう,もう何が何でもみたいな感じでこうやってたんですが、うん、ちょっとあまりにもそちらの方にばっかり意識が向きすぎてしまって大事なことをみんな忘れてっちゃってるっていうところがすごくやっぱ危機的な危機感をすごく感じてるんですね、うん、なのであのー、お金のために一生懸命がむしゃらにただただもう馬車馬のように働いてっていうのは それはもうそろそろ終わらせて、うん、あの、もうちょっとゆっくりと呼吸をし、呼吸しながら、うん、あの、人生の豊かさとか、本当、私たち、自分はこの地球に生まれて、一体何をしたい、していきたいのかとか、うん、そういったことをやはり、各にそれぞれが見つめ直すっていうことが、あの、これから本当に必要になってくると思うんです。そうですね。はい。なので、うん、はい。ぜひ、うん、あの、それを。 やっていただきたいなと思います。はい。はい、で、あの、えりこさん的には。あの、今回、自民党とかの、この票割れ。うん、政党の、あの議席数。うん、どんな風に予想してるんですか。えっと、そうですね。あのー。まあ、政党名ははっきり、まあ、申し上げますけども。えっ、ー、と、まあ、まず、せい、えっと、自民、自民、公明は、もう劣勢で。で、うん、まあ。 石井の会も、まあもう実際発表通り多分劣勢になっていくと思うんですね。もう終わっていって、それで、あのー、今、そのずっと、えー、種を一生懸命全国にまわ、あのー、巻いていった、あのー、まあ、令和新選組とか、そういったところが本当に国民のための政策とかをしっかりと考えて、 実際に行動に移しているところを、が、えっ、ー、と、これから本当の、そのなんでしょう、政権交代の中心地になっていって、そこと、あの、他のその今まで行った政党とかも手を繋いで、あの、本当に大きな政権交代で、今までの、えっ、ー、と、その、すぐ2、3年でやめ、終わっちゃうじゃなく、もう盤石になっていって、本当の国民のための政治とはどういうことかっていうことを、 えっと、まあ、探求していくっていうんですかね。うん、あの、これからそれが本当の始まりだと思うんです。今までは利権政治ばっかりで、一部の者たちだけが得をするような、そういった政治がずーっと何十年、長年、80年ぐらい続いていたんですけども、もうそれはもう終わりで、うん、あの、これからは本当に本来の政治というあり方、基本、 基本に戻る、立ち戻るっていう、あのそのことがあのこれから起きてくると思うんですね。それが本当の国づくりっていうところの部分かなと思います。はいうん、あの前回の,あの出演から、まあ、少し時間経ちましたけど、ハイヤーセルフか何かメッセージはありますかハイヤーセルフからは、えー、とそうですね。 まあ、あの、私自身に対してというか、あの、これからまあ、いろいろ、その、今言ったような話だったり、っていうことを、うん、まあ、とにかく多くの人に広めなさいっていうような、そういうふうなメッセージだけですね。うん、はい。なので、身近っ,っ,っていうのは、うん。はい。どっちかっていうと、こう、世直しをするための、はい。ライトワーカーですね、はい。そうですね。あの、ちょっと、 やっぱ目覚めさせるライトワーカーですね。基本、そのこ、もうみんな忘れてたことを思い出させるっていう、その方に、こう、働く、働きかけるっていうんですか、うん、はい。そっちの方を中心にやっていくっていう方ですかね。はい。ですね。はい。ちとこう結構、ハイヤーセルフさんも、ちょっと強い方おっ <laughs> きい方その方が後押ししてるんじゃないの <laughs> <laughs> あそうなんですかねまあ、うん、そうかもしれないですねもしかしたらはい、うん、<laughs> まあでもそれをこれからねあのいよいよね表、はい、に出てはい、はい、こういろんなところでご縁があるところで語っていくっていう風な方向性にだんだん見えてきましたね。はい そうですね。はい。本当に、私自身多分10月くらい、まあ今月くらいからだんだんなんかそっちの方向へとシフトチェンジしていくっていうのがちょっと見えてるので、<う>はい。これから、はい。あの、うん、そうですね。自分自身もいろいろ過去に学んだこととか、そういったことも含めて、あの、皆さんにまあお伝えしていけたらいいなというふうに思います。はい。あ今ね、過去にいろんなことを学んだと言ってくださったので、 ちょっといくつかどんなことを学ばれたのか、ちょっと紹介してください、はいえー。そうですね、私自身結構ですね、まず家庭がですね、私は6人、まあ、うち六人家族の一番最後、6番,目 <laughs> 6番目の人間っていうか、一番下だったんですね、まょうだ3人いるんですけど、一番下、末っ子で。 でおや、母親が結構ちょっとその時精神的な多分、今でいう産後打つとか、あのー、うん、いろんなことがちょっと重なってて、あのー、ま元、元気がなかったんですね、全然。うん、で、結構子供らしいことが言えないような、そういう過程で、えっ、ー、と、うん、なんだろう。 思ったことをこう言えるよ言えなくて、常に親の顔色を伺うとか、常にこう周りの顔色を伺いながら、うん、自分を出せず、ずっとこう小さく小さく我慢しながら生きてきたわけなんです。うん、で、うちの中でも居場所はないし、 で、か、か、学校に行っても、も、ま、う、あ、いじめられてっていう、そういうふうなことで、うん、まあずっと、あのー、生きてきたわけなんですね。うん、で、まあ親からも結構ですね、罵倒されまくって、ね、すごいひどいこと言われて、あの、おばい犬になんて生きる価値がないとか、いろんなこと言われたんですよ。ね、結構、まあ成績とかもあま、まあ、運動も苦手だったし、勉強も苦手だったから、まあ、ね、あのー、ほら、ちょっと、例えば、 見た目がそうでもなくても、勉強ができるとか、運動ができるとか、なんか賞を取るとか、そういうふうなことが何か一つでもあれば、多分、親の評価は変わってたのかもしれないんですけど、うん、昔って、あの、私の子供の頃とかって、あの、な,なんでしょうね。やっぱ、大量生産、大量消費っていう時代がものすごい、こう、ガーッとあった時代だったので、うん、あの、なんかね、 使えない子はダメだって、価値がないっていう、切り、うん、捨てられるっていうような感じだったんですね。で、家の中でもそんな風だったんで、うん、あの、うん、結構です。20代前半、真ん中ぐらいかな、までは、あのーなん、なんかこう、引け目に感じるというか、うん、あの、本当にもう常にお堂ど々おどしながら、本当にちっちゃくなってお堂ど々おどしながら生きてたんですね。うん、で、うん。 まあ、でちょっと、まあ、20代前半の時でにも病気も見つかりでそれが、まあ、まあしょうがないんですけどもともと生まれつきっていうこともありなのでまあそれでちょっとねいろいろそれに関しても <laughs> うちの親からもうバシバシ言われまくったんですけどでもあのなんか私自身はあの 病気がね、彼に、まあ見つかったんだけど、で、うちの親はなんか私が自殺するんじゃないかと、自死するんじゃないかっていうことをなんか心配したらしいんですけど、私は全然そんなことも全くなくて、まあ、病気は見つかりましたと。で、これからどうやって来ていこうっていうことばっかりをずっと考えてたんですけど、なんか、うちの母親、私自身がそのことでショックを受けなかったことが面白くなかったんだか、<laughs> いろいろ文句を言われたりとかしてて、まあ結構大変だったんですよ。 それで、まあ、そんなことがあって、で、まあ、あと子供の頃からいろいろ霊的なこととかを経験してたっていうこともあり、で、まあ、それで、その子い参ってた時に、その、ある本屋さんに入った時に、ちょうど、江原さんの本に出会って、で、あのー、その時に、こう、うん、なんか吸い込まれるように、こう、入っていったんですね。 であのまあえっ、ー、とまあこの世っていうのは魂を磨くための場所なんだよってこの地球っていうのは魂を磨くためのまあスポーツジムなんだよっていうことが書かれてあって、うん、そうなのかとあのやっぱり普通人間ってやっぱ幸せに来たいとか幸せになりたいとか夢になりたいとかっていうふうな思いがあってみんな生きてるんだけど すがない人生っていうのなくて、みんな何かしら大なり小なり、あのー、いろんなその経験っていうか、あのことを体験しながら、で、その、この人生で、えっと、体験したことが、結局は大自分の財産になるんだよっていう、それであの世に行,くんだ行って、で、またあの世でずっといて、で、だんだん飽きてくるから、で、 この地球っていうのはすごく、なんでしょうね。あの、アドベンチャーの世界なんですよ。アドベンチャー。で、この地球に来て、生まれてきて、またそのいろんな人生を、自分が、今回は、えっ、ー、と、女性で生まれてきたけど、次は男性で生まれてくるとかな、まあ、日本人だったけど、次の人生はアメリカ人だったりとか、なんかいろんなことで、こうやって人生っていうのが変わって、またそこでこういろいろあって、で、またその人生を、 経験して、その、それが自分の財産になって、また4人でっていうことをずっと繰り返して、それが輪廻転生っていうことで、あの、生きてきてるんだよっていうふうなことがあって、なるほどなと。自分は今、あの、こう自分の人生を、こう魂を磨くために、わざわざ大変な家庭に生まれて、あの、で、しかも親っていうのは、あえー、子供は、 親を選んで生まれてくるんだよっていうことがすごく大きかったんですね。子供を、親が子供を選ぶんじゃなくて、子供が親を選んで生まれてくるんだっていうことで、それがすごく衝撃,衝撃的で、別に、好んで、このうちのお父さんお母さんに生まれてきたはつもりもないと思ったんですけど、あのー、自分から私が生まれる前に、あの、このように、そう、 選んで生まれてきたんだっていうことを知って、なんかそれがだいぶ私の中で大きくて、で、まあ、あの、なので、今まではすごく悲しいとか、あの、なんか怖いとか、恐怖心とかっていうのにすごく苛まれたんですけど、うんうん、そうではなくて、私はこの世に生まれて、あの、魂を磨くために生きてきたんだということがわかり、 なるほどなと思って、まあそんなことが、それがすごくはい、うんはい、大きかったんですよね。はいはいわかりました。はいそう、ね、はいえっととりあえずもうあっという間に三十分経ちましたんで、えー、今日のところは、はい、あのそろそろこれで終わろうと思います。最後に一言、はい、あの、はい、皆さんに向けてメッセージをお願いします。はいえー、そうですねあのー、今あのすごく大変な 状況の人もたいっぱいいると思うんです。あのー、抱え込んでしまって、あのー、ほんと辛い、生きづらいとか、あの、生きていくのがもっと嫌って思ってる人とかもいっぱいいると思うんですね。だけど、あのー、諦めないでほしいんです。あのー、私もすごく大変でしたけど、あのー、今こうやって生きていけ生きてるし、あのー、まあ、すごくな悩んだ時もいっぱいあ,り,ありましたけど、 だけど、あのー、諦めないで、生きていければ大丈夫だよってことを伝えに行きたいですね。はい。はい。わかりました。今日ありがとうございました。じゃあまたね、次回の、えー、また YouTube 撮影にご協力ください。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、ハッシーでした。イェーイ。エリコでした。